ベンジャミン・ハーディン・ヘルムは、アメリカ合衆国ケンタッキー州の政治家、弁護士であり、南軍の順将になった。エーブラハムリン・カーンとは、義兄弟であり、ケンタッキー州知事上にエル・ヘルムの息子だった。ヘルムは、ケンタッキー州、バーズタウンで生まれた。ケンタッキー士官学校で学び、ウェストポイントの陸軍士官学校に進学した後、ルイビル大学とハーバード大学で法律を学んだ。 ケンタッキー州では、会員議員と州検察官を務めた。州軍の監察官補も務めた。議系でもある、リンカーン大統領から、アメリカ陸軍主警官の職を提案されたが、辞退した。ヘルムは、南軍に従軍することを栄誉と考え、はじめは大佐、その後巡将に昇進した。ケンタッキー第一旅団、通称小事旅団を指揮した。1863年9月、 近間ウガの戦いで戦死した。リンカーンの妻メアリー・トット・リンカーンの衣服姉妹、エミリー・トットがヘルムの妻だった。ベンジャミン・ハーディン・ヘルムの子供時代の家ベンジャミン・ハーディン・ヘルムは1831年6月2日にケンタッキー州バーズタウンで生まれた。父はケンタッキー州知事を務めた政治家かつ弁護士のジョンエル・ヘルム。母はルシンダ・バーバーだった。 15歳になった1846年6月2日、ケンタッキー士官学校に入学し、3ヶ月間在学した。16歳の誕生日にウェストポイントの指名を受け入れるために、そこを離れた。20歳の誕生日が近い1851年、士官候補生42人のうち9番目の成績で、陸軍士官学校を卒業した。アメリカ第二隆起兵隊の名誉少尉になった。 ペンシルベニア州、カーライルの騎兵学校、続いてテキサス州のリンカーントリデで勤務したが、1年後に炎症性リューマッチと診断され、軍務を辞した。その後はルイビル大学とハーバード大学で法律を勉強し、1853年に卒業して父と共に法律実務に就いた。1855年、ハーディングからケンタッキー州会議員に選ばれ、 1856年から1858年には、ケンタッキー州第三地区の州検察官になった。1856年、ヘルムは、エミリー・トットと結婚した。エミリーは、エイブラハム・リンカーンのつまめアリートとリンカーンの異服姉妹だった。よってリンカーンとは、義理の兄弟になった。1860年、ヘルムは、 編成にあたって活動したケンタッキー州軍の監察官補に指名された。ケンタッキー州は南北戦争で公式には中立に止まったが、議系でこの時大統領になっていたエーブラハムリンカーンがアメリカ陸軍主警官の職を提案してきた。ヘルムはこれを辞退し、ケンタッキー州に戻って南軍のためにケンタッキー第一騎兵連隊を立ち上げた。 1861年10月19日に大佐に任官され、ケンタッキー州ボーリンググリーンでサイモン B バックナー巡将の下に着いた。ヘルムとケンタッキー第一連隊は南に向かうよう命令を受けた。1862年3月14日には巡将に昇進し、その3週間後にはジョン・ブレッキンリーチ少将士団でケンタッキー第三旅団を立ち上げる任務を与えられた。 シャイローの戦いではその旅団を使って南軍の側面を守った。1862年にはまたミシシッピ州やズーシティで建造中のアメリカ連合国海軍総交換 CSS アーカンソーの保護のために派遣された。1863年1月、ブレッキンリジの下で使いながらケンタッキー第一旅団、通称コジ旅団の指揮を任された。ヘルムの旅団は テネシー軍に割り付けられ、1863年にはタラホーマ方面作戦とチカマウガ方面作戦に参戦した。1863年晩春、ブレッキンリッジはヘルムにミシシッピ州ビックスバーグに行って北軍による包囲を破るためのジョセフ・ジョンストン将軍の作戦に参加するよう命じられた。ヘルムはその任務を自分の経歴の中で最も不快で骨の折れる作戦だと言った。 1863年秋、ケンタッキー第一旅団は、ブラックストン・ブラック将軍が、テネシー州チャタヌーガで、北軍、ウィリアム・ローズクランズ少将の攻撃に反撃する、作戦の一翼を担った。9月20日午前9時半、ブレッキン理事士団とパトリック・クリバーン将軍の、士団が前進を命じられた。ブレッキン理事士団のヘルムの旅団や、他の旅団は、北軍の左翼に向かった。 クリバーン師団は北軍前線の中央近くを叩くつもりだったが北軍からの激しい砲火のために進行が遅れ左側面が無防備になった北軍を圧倒しようという試みを何度やっても成果が出なかったがヘルムの部隊のいくらかは敵前線から39ヤードまでたどり着くことができた前進命令が出てから1時間足らずの間に 小事旅団の兵士の3分の1がすでに失われていた。残った戦力で防御が施された北軍前線に衝突した。北軍ケンタッキー第15不評連隊の狙撃手がヘルムの胸を銃撃した。ヘルムは激しく出血しながら馬上にあったが数秒後につんのめって地面に落ちた。ヘルムは戦場から担ぎ出され軍医がその傷は致命傷だと判断した。 それでもヘルムは数時間生きていた。生きた枝にありながら戦闘でどちらが勝ったかを尋ねた。その日は南軍が勝ったことを確認すると、勝利、勝利、勝利、と呟いた。1863年9月21日、ヘルムはその傷が元で死んだ。ヘルムの死後、エイブラハムリン・カーンとその妻はホワイトハウスで個人的なもに服した。 メアリー・リンカーンの命は、死んだ敵兵のために流す一粒の涙が、夫と彼女自身の双方にあざけりの本流と、苦々しいののりをもたらすことを、彼女は知っていたと回想した。しかし未亡人となったエミリー・トット・ヘルムは1863年12月に、ホワイトハウスまで安全に行くことを認められた。近マウガの戦いの公式報告書で、ダニエル・ハーベイ・ヒル将軍は、 ベンジャミン・ヘルムの勇敢で愛される性格が誰もに慕われたと記していた。ブレッキン・リーチはエミリー・トッド・ヘルムに宛てた手紙で、騎女の夫は完全な兵士のように、小児旅団の兵士を指揮した。彼は彼らを愛し、彼らも彼を愛した。彼は彼らの頭の中で愛国者かつ英雄として死んだと記した。ありがとうございます。